動画のネタは実はすでにあります。今回もですね、ネタ切れしない動画のネタ作りについてね、お伝えします。ホームページやブログに書いたことを動画にする、たったそれだけですね。これメリットはですね、もうすでにね、ブログなりホームページに書いてあるわけですから、非常に喋りやすいというのが第一点。第二点がですね、まあ世の中にはね、ホームページにね、写真とか文字でいろいろ書いてあってもね、読むのめんどくせえと。ね、喋って話してくれ、それ聞くよと。その方がわかりやすいじゃんっていう人が必ずいるわけですね。ですので、内容を動画にしてね、話をすると。それを、書いてあるブログとかホームページに新たに貼ればね、そういったニーズの人も満たせる。ね、文字読む人、動画見る人。ということで、両者のニーズを満たして、まあ、反応が上がることができるということなんですね。ここ、意外と盲点なので、ぜひね、今まで作ったコンテンツ、まあ、文字で作ったコンテンツを動画にするというのは、ぜひやってみてください。ネタ切れしない動画ネタ作りね、まだまだ続きますので、ぜひね、チャンネルの方、引き続きご覧くださいませ。情報の方、ブログの方もね、ぜひご覧いただけるとありがたいです。チャンネル登録の方もお待ちしております。以上、株式会社8円動画戦略コンサルタント、坂田誠がお送りしました。